撮ってるこれ。ごめんなさい。あ、どうも、あの次郎のおばです。あのすいません、はい、ここが、はい、あの子孫の次郎さんの記者会見の会場でして、はい、うん、聞いてる聞いてる。あ、もう伺ってますか。そうそう、あのおばさん、おばの、節子と言います。職業生き生き、職業生き生きの節子様。職業生き生きの節子と言います。次郎ちゃんの代わりに、あの私今日何でも答えてあげようと思って来ました。何でも聞いて。わかりました。彼あの口下手だからさ、私が喋った方がいいの。私は全部わかってるから。次郎さんがその役作りでどのようなことを取り組まれたかってご存知でしょうか。あ、でもあのナチュラルな自分で臨みたいって言ってたよ。あ、うん、武田さんと麻生さんについても何か次郎さんおっしゃってましたか。びっくりしたって。やっぱり武田鉄矢さんって実在するんだって言ってた。だって会うことないじゃない。私だってテレビでしか見たことないからさ。麻生さん綺麗な人よね。すごい美人だったって。で、私と麻生さんどっちが綺麗って言ったら私って言ってて、やだよ。せっちゃん、せつこさんとてもユニークな方ですね。そう。では続いてのご質問もいいですか。どうぞどうぞ。あの何かこの CM に向けて意気込みなどおっしゃってましたか。あ、でもやっぱりこんな大きい CM 出れることないから、なんかもう一個飛躍したい。やだ、びっくりした。びっくりした。カブトムシがいたかと思った。すいません、黒の大きいカブトムシがいたかと思ってびっくりしちゃった。赤いキツネについて何か特徴などおっしゃってましたか。あのね、すごい美味しいって言ってた。やっぱりあの甘いジュワッとしたお揚げがジューシーで、あの麺もこうおつゆに絡んですごく食べやすくて美味しいって言ってたよ。うん、節子さんもお好きですか。お好き。食べたことあるもん、どっちも。で、歌がいいわよね。赤い狐と緑のタヌキ。みんな知ってるでしょ。ごめんなさい、グリークラブに入ってるからさ、どうしてもそういう風になっちゃうの。あ、そうですか、うん、ね。非常にお上手で。白いサテンシャツと青のワイドパンツ。何にでも使えるから便利よねこれ。お上手ですね。黒のジャケットにねえ、ほらね。あんたもなかなか美人よ。ありがとうございます。綺麗、うん、茶色の髪にねえ、使いやすいの。使いやすいでしょ。ありがとうございます、うん、なんか話してたら無性に食べたくなってきちゃった。あるある。あるってことね。よし、麺もちょっといただいちゃうかしら。うん、しっかり絡んでておいしいわ。うん、ありがとう、いただいちゃった。あなたたちも食べたいでしょ、はい、ねえ。じゃあもう特別、あなたたちに食べさせるの会開催ね。行こう、行っちゃおう、もう。お待たせしました。新 CM 近日公開。